ファルマンゴリアテファルマン海65リアとは1925年に開発されたフランスの旅客機爆撃機である。第一次世界大戦の末期にアンリ・ファルマンとモーリズ・ファルマンによって 1000kg の爆弾を搭載し 1500km の航続距離を有する新型重爆撃機 FF60 が計画された。これは先に開発した海50の発展型といえる機体であった。 しかし、戦争の終結によって、爆撃機に対する需要が薄れたことから、箱型の胴体を生かして、これを旅客機に改造した機体とすることにした。これが、ファルマン海60で、1919年1月に、初飛行した。12から14名の旅客を乗せることができ、同年3月には、パリブルッセル間の国際航空便に収益し、5月22日には旅客を乗せて、 パリからロンドンに飛行して、ロンドンパリ間の最初の旅客飛行となった。ゴリアとは1920年前半の欧州において最も一般的だった旅客機の一つで、フランスのホカベルギーやチェコの航空会社でも使用された。1921年には本機を爆撃機として再度改造しようとする計画が進められた。これは新型の双発重爆撃機を要望する。 日本陸軍がゴリアトの搭載量に着目してファルマン社に依頼したものでフランス空軍でも本機に着目し海50に続く夜間爆撃機として相当数を配備した当初開発された爆撃機型は海 60BN2 と呼ばれた日本陸軍は新型総発重爆撃機として海60の爆撃機型の導入を検討し 1921年から1926年までに合計16機購入した。長期にわたって分けて少数の機体を購入したため、購入時期により搭載エンジンが異なっていた。機体の塗装には夜間爆撃用の能力色の機体と明配色の機体とがあった。1921年12月には定式2型爆撃機と名付けられ、 日本初の爆撃航空隊として立川飛行場に配属された。新型爆撃機として期待された本機だったが、胴体、主翼等の構造は第一次世界大戦時の機体と大差のない旧式なものだった。その上、搭載していたエンジンが出力不足気味で、サルムソン230馬力からロレーヌ400馬力に換装したが、なおも馬力不足であり、 運動性が劣悪で機体整備にも手間がかかったため、搭乗員や地上整備員の評価はかんばしくなかった。結局、内地で訓練に利用された後に、1928年に全機体液した。ファルマン海 68BN4 ゴリアテ海 60BN2 以降開発された爆撃機型には、海62、海65、海 68BN4 などがある。 これらの主な違いは搭載エンジンと武装であった。六6 8 b n 4はポーランド空軍のために製造された型で1925年から32機がポーランドに引き渡された。上記の3型の中では最も多い機数であった。K60 から六6 8 b n 4までのシリーズ全体では約360機が製作された。 ポリアとは1920年代における成功した、創発期であると評価されている。ABCD 木村秀正、田中翔一、日本の名機百戦文春文庫 ISBN4 から16から81203から3997年。ありがとうございます。